マジであゆみんさんのこのクマの髪型めっちゃ可愛いんじゃけど、キュンキュンするわ。ごめんなさい、暗闇になっちゃった。終わりましたね、暗闇が。ラスト MC でございます。ほんまにゆめりんさんの髪のツヤツヤ度がやばい。めっちゃサラサラ。かわいい、みーちゃんさん。めっちゃかわいい。こんばんは。SKE は公演終わったらしいですね、今。そう、速報発表の実況もやります。終わりました。今ちょうど公演が、このあと速報発表の配信に向けてメンバー参加準備に回りました。翔也、リンジ、津田ちゃん、お守りありがとう、ありがとうございます。終わりました。ちょっとごめんなさい、遅れちゃいました。さっきゆらちゃん家に移動しました。お、このあとすぐ速報発表の中継があるそうです。申し訳ないです。改めましてこんばんはです。たくさんありがとうございます。なんか今日は本店の方でゆいはんさんの生誕祭をやってるみたいで、それが終わり次第なのかな、速報発表はみたいな感じですね。終わったね、香川公演。なんか私ペダルを配信で見えて嬉しかったな。ヒレポン、お守りありがとう。そう、これから速報の発表があるので、メンバーさんは裏に行って今多分準備してるんだと思います。会場オールで、お、どこの STU ですか、 STU の会場ですか。ニコ生いろいろ、ニコ生もですし、多分ファミ元気さんでも配信やると思います。STU の会場おるんや、いいな。私たちも明日から香川公演参加するので、翔也、お守りありがとう。5分から発表っていうことは残りあと4分後に発表が始まるんですね。なんかドキドキする。 STU 何人入るんだろう。そう、なんかあの端末をですね、おきちゃんに1個貸したので今2人で一緒に見てます。ごめんなさい。本店最後の曲、じゃあそろそろ本店も終わりか。ありがとうございます。始まるよ、見てみましょうか。今日いて明日から行けないという、あ、でも残念やな、明日からやけん。でも今日は確かにね、大事な日じゃけんね。え、これ見れるのかな。ひねぽん、つなちゃん、お守りありがとう。6月1日ゆら休暇使った。ありがとうございます。なんか緊張とかじゃないんですけど、なんか、まあ、いろいろ考えますよね。あ、すごい始まった。
ことか。え、そういうことだ。だってそうじゃん。ちょっと待って。これいやだ、なんかつらくないですか。すごい、つなちゃんお守りありがとう。ミュージックさん、そう、今回はね、世界選抜じゃけん世界選抜よ。お守りありがとうございます。たくさん、ドキドキ、むねむね、ごめんなさい、今ちょっと風邪ひいてるから。そこ気になるからユアリンルームで聞く。そうだよ、あ、テロップ変えますね。速報、速報実況配信。たくさんありがとうございます。星とかカウントとか守りとか、本当に本当にありがとうございます。笑えなくてすみません。頑張ります。ごめんなさいね。ドキドキするね。これも見るの、うん、これあれも、うん、あ、速報始まった。始まりました。え、今街頭ビジョンでもこれ配信やってるんですか。え、今本通りの、あの街頭ビジョンで多分速報やってるんだ。そうなん、多分街頭ビジョン、多分広島だったら本通りのあっこだと思う。告知があるみたいです。感謝祭コンサートが今年も実施されるそうです。開催地と日程の発表があります。ランク外メンバーが千葉県の市川市文化会館、8月の13日。ランクインメンバーが翌割です。8月1日2日の2日間です。6月下旬からチケット受付開始です。とうとうお守りありがとう。本公演の前にオープニングアクトがあるみたいですね。大丈夫？うん。さあ、速報が届いたので発表させていただきますって。わあ、すごーい。始まりました。速報が。やば。すごいね。すごい。
そう。メンバーが今出てくるそうです。ひだちゃんお守りありがとう。これから発表されていく模様です。まあ弁護士の方がお渡ししてます。すごい結果をしっかりしてるんです120位から発表。なんで？なんで？え？なんで？うん、やばい。120位から。120位からなんでだ？120位から発表だって。なんでやろ。20人増えましたね。同率？そういうこと？わあ。めっちゃありがとうございます。120位から発表なんやな。速報の時はプラスアルファで発表されることが早くん120なんか、うん、怖っ。あ、こういう感じなの。やばい、 Wi-Fi が調子が悪いね。待って、 Wi-Fi の調子が悪くて聞こえない。待って待って、めっちゃ戻ってる。え、上村あずささんだ。118。やば、待って、私さ聞こえない。上村あずささんしか聞こえてない今のところ。ちょっと待ってくださいね。あら、牧美咲さん。よいしょ。友永美穂さん。ごめんなさい。戻ってる。あ、カトレナさん。綺麗かな。映ってます。
止まるね。止まる。うわ、ちょっとなんか Wi-Fi の調子が悪くってなかなか聞き取れないんです、すいません。大森美優さん、みゆぽんさん、聞こえない。うわ、やばいやばいやばい、全然聞こえない。 Wi-Fi ちゃん、しっかりしてくれ。このゾーン終わったら一回再起動とかする。そうだね。お、あやんさん、山本彩香さん、聞こえない。やばいよね。うん、これもうコメントが途切れてるの。あ、モチャリンさん、モチャリンさん、やばいやばい、あ、やばい、ちょっと途絶えた。ちょっと Wi-Fi 一旦あの更新します。一旦更新しますね、 Wi-Fi。 ちょっと待ってくださいね。今 Wi-Fi の調子が悪くて聞こえない。お、BNK48。 嘘、入ってる。海外の BNK の方が今ランクインしてるのが聞こえたところで、ちょっと一旦 Wi-Fi 更新するので今から聞こえなくなります。申し訳ないですね。ごめんなさい、すいません。ハヤト、お守りありがとう。今聞いてるんですけど、 Wi-Fi ちゃんが、 Wi-Fi ちゃんの調子が今おかしいので、ありがとう、一旦休憩です。来た。あ、来た。山田ななみさんだ。ちょっと待って。98。長野せりかさん、やっぱチームメイトが今続いてますね。今97。今96位です。これから95位です。エホユーナさん、95位。 SK48 さん、あ、ひいわたんさん、94位。92。ああ、矢作ゆきのさん、92。91。松村かおりさん、92。飲み物取ってくる、咳が出そう。うん、松岡夏美さん88位。88、2人います。おだいりさん、
ぴょん、お守りありがとう。今何位？85位。白琴乃さん、あ、抜けちゃった。ごめんね。84位。あ、高倉萌香さん、萌香さん83位。 NCT が続く。あ、マホホンさん、山口マホさん、ヤミーちゃんだよ。83位だから。ほんとだ。82位、古畑奈央さん。81位、橋本春奈さん。やっぱあれだね、チームエイトが多いですね。エイトさんが すごい。アップカミングガールズの発表です。80位。おー、超エリコさん。79位。もぎさん、78位。小島真子さん、小島真子さん早いね、ほんと発表されるの早い、どんどんいく。早い。篠崎彩乃さん、津田ちゃん、お守りありがとう。75位。おお、レナぴょんさん、レナぴょんさん75位は同率で2人だそうです。もう一人の75位は西川玲さんです。チーム A の。74位。おお、74位、小宮山遥さんです。73位、高柳あかねさんです。 SKE さんです。72位、田中夏実さん。コッコさんや。コッコさんや。71位、チームエイト。おお、坂口渚さん。SK48 さん。HKT48 の68位。村瀬紗耶さん、 NMB48 さんの可愛いですよね。67位、いつ城西レイさん。66位、佐々木ゆかりさん。65位、
川上千尋さん、65位までのアップカミングガールズさんの発表が終わりました。これからフューチャーガールズ、フューチャーガールズですね。64位から発表があります。秋吉優香さん、 HKT48 さんの、63位、栗原さやさん、 HKT さんが続きますね。おお、ガタ姉さんが62位にランクインしました。61位、ああ岡部凛さん、チームエイト強いですね。中野郁美さん、チームエイトさん強いですね。本当に多いね、すごい。あ、本村葵さん、 HKT さんのダンスすごい好きです。高畑裕樹さん58位、57位、小田彩香さん、第56位、本田仁美さん、SK48 の研究生の岡田美久さんが次入りましたね。葵さん、ありがとう。末永さん、 SK48 53位、53位、ユミリンさん、ユミリンさんが今呼ばれました。53位、ユミリンさん呼ばれました今。ユミリンさん53位です。速報53位です。ユミリンさん寒気がする。51位、杉山愛香さんです。 SKE さんのユミリンさん帰りましたね。山内美月さん入りました。ユミリンさん53位です。小栗ゆいさん、ゆいゆいさん、フューチャーガールズの一番トップですね。ゆいゆいさんが入りました。次ネクストガールズです。なんか読めんね、わかんないね。ゆいゆいさんが、そう、フューチャーガールズ、それ、怖い。でもユミリンさん53位です。ユミリンさんランクイン53位、おめでとうございます。でもまだ速報やけん ね、 そうだね、1日目やけん、こっから全然変わったりすることもあるけん、あれだよね、ここだけわかんないですよね。なんかちょっとあれあるみたいね、時差。あ、そうなんですね。時差あるみたい。ごめんなさい。続きまして、ネクストガールズを発表いたします。48位。渋谷凪沙さん、凪ちゃんさん。
りました。47位、水野愛理さん、46位。中井梨花さん、中井梨花さんが入りました。45位いきます。中井梨花さん、44位。44位、石田千穂さん、やばい、やばいね、千穂さんやばい。44位、44位、え、すごい。石田千穂さん44位、千穂さん44位、すごい。え、すごくない？千穂さんすごっ。41位、豊永亜希さんです。千穂さんすごい。39位、白間みるさん。でも千穂さんのがすごすぎて、私ちょっと今頭に入ってきてない、やばい。川本さやさん、37位。倉野成美さん、ケル千穂さんは確かに。坂本エレナさん、35位。久保里奈さん、後藤萌さん、ネクストガールズの暫定センターは北川亮波さんです。 SK さん。今ネクストガールズの発表が終わったところで、次アンダーガールズの発表です。早い、早すぎ。32位かな、32位からです。大田優里さん、大場美奈さん、いや千穂さんすごいな、竹内咲さん、29位。西村奈々子さん、すごい、28位。加藤優香さん、27位。大西桃香さん、田島メルさん、26位。メルさん、25位。心さん、
24位谷口めぐさん、すごいなぁ、なんかすごいなぁ。サホさんだ、 AKB48。 すご22。ほんま日向さん、ほんま日向さんです。横山由依さん、総監督、あ、メンバーさんいるんだ。あ、ほんとだ、かわいい。お、山田の絵さん、山田の絵さん、嬉しい。山田の絵さん、アンダーガールズ20位だよ、山田の絵さん。中村彩香さん19位、すごい、ね、すごい。 NGT 強いな、 NGT すごい。武藤トムさんです、18。次アンダーガールズのラスト17位です。アンダーガールズのセンター、17位。田中美久さん、みくりんさん、すごい。千穂さんが入ったね。それすごい。 STU2 人今のところ。気になるところです。速報時の世界選抜メンバー発表です。4月1日の時点のあれなので、まだ研究戦っていう発表ですね。 NGT さんは第16位。おばたゆなさん、すごい、選抜だ。16位。第15位。福岡せいなさん、すごい。今おきちゃんが発狂してるよ、絶対今。絶対喜んでる、すごい。14位。向井地美音さん、ミヨンさんです。淵上舞さん、12位。新井由紀さん、長谷川玲奈さん、11位。第10位。
石木玲奈さん、すごいね、去年と全然選抜が変わる、ガラリと変わってる。速報ですけど第9位 NCT48、 カトミナさんです。カトミナさん強い。第8位、矢吹奈子さん。矢吹奈子さん、すごい。すごい。第7位。あやかにさん。あやかにさん。たのやかさん。たのやかさん、何位って言ったっけ？ 7 位。7位。7位。うん、なんか NGT さんが全然違う、全然違う、去年と。第6位、高橋樹里さん、6位です。神セブンじゃん、あやかにさんが神セブン。あ、すごい、須田あかりさんです。須田あかりさん、2万。第4位、おかなさん。第4位です、おかなさん。おかなさん、第3位、あ、第3位宮脇さくらさん、3位。え、じゃあさ、もう、え、なんとなく、どっち、どっち、第2位、すごい、2年連続で荻生花さんが速報1位でございます。え、あっという間に終わったんだけど、すごすぎる。やば、名古屋ドームにて最終結果が出ます。とりあえず今日は昨日始まった投票の速報なのでまだわからないですけど、2年連続で1位が荻生花さん、そして岡田奈々さんが4位、そして石田千代さんと滝野由美子さんもランクインしました。おめでとうございます。すごい、5万9000。6月16日の
名古屋ドームで全てが決まります。チケットが6月3日の朝の10時まであるので、申し込みできるのでぜひご来場ください。終わりました。終わりました。速報発表。はい、ということで速報発表終わりました。すごいですね。 STU からは3人。石田千穂さんすごいね。滝野由美子さんと石田千穂さんと岡田奈々さんが、おめでとうございます。そうでもさ、まだ1日、そうだね、昨日始まったばっかりの結果だから、変わるけど、でもすごい本当に。でもおゆうかさんやっぱ1位で2位との票数の差もすごかったし、2年連続でおゆうかさんが1位で、おゆうかさんすごい。 MSTU もすごい、結成して1年ですごいな。なんかしんみり、大変だね本当に。6万票近い票が入ってるってことだもんね。すごいすごい力ですよ。日本の経済回ってますね、総選挙で。本当にいや本当にだってすごいことじゃない6万票も入るって、うん、それに1日だからこれからどんどん増えて、めっちゃ景気良くなりますよ。でも千穂さん本当にすごい、ゆめりんさんも STU から、いやまだなんて言うんだろう、入ったばっかりで、うん、自分たちにとってはまだ去年の一期生さんと同じ状況なので、私たちもなんか実感が分かる、ね、実感が分かんないんですけど、本当に出馬しているのかな、うん、みたいな来年は今の一期生さんとまた同じ立場になって、多分もっともっと意識しとると思う。感じ方も今とは全然違うと思うんですけど、うんうん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか胸すごい緊張して、めっちゃ体が固まったわ。ありがとうございます、皆さんお付き合い。まだ続ける配信、どうする、続ける、自分一旦壇上読もうかな。見て、今何時なの。今8時50分前ぐらい。そっか、そうショールームね、この世界選抜総選挙、今ショールームもやってるのでね、研究生可能性のあるこちらをね、一生懸命頑張ろうな、頑張ろうなそして明日は瀬戸内奈々県ツアー陸上公演2018 in 香川出ます、見てくださいこの後に2日間31日と1日に出演するので、ぜひ見に来てください。ちなみに明日は磯貝さんの生誕祭で、明後日はカホタルさんの生誕祭です。ちょっとね、今日はそう速報発表があったので、選抜メンバーさん勢ぞろいで STU もやってたんですけど、明日から私と舞ちゃんと参加するので、ぜひいい生誕祭にしようね。それな、ね。それな。
やー、総選挙速報衝撃的だったな、いろいろ。もうなんか選抜メンバーがまず去年と変わりすぎて、すごい。チームエイトさんと NGT さんが結構ランクインされてるなって思いましたね。淵上舞さんとかも選抜に入ってきたし、矢吹奈子さんも選抜、すごいなぁ。ほんと宣伝をすみませんね、急に急に宣伝いや、したくなったんですよ。なんかちょっとまだ私唖然と してるじゃないけど、なんかほーって感じ、うん、終わったって感じ、力が抜けた。でも千穂さんが入った時のはーってなったのがすごかった。そうね、山田乃恵さんも入ってたし、去年と本当に全然変わりましたね。でもまだ速報だっけんね、まだ1日しか経ってないけん、投票開始からまだまだこれからどんどん変わってくるんだとは思うんですけど、とりあえず速報発表でした。ドキドキしましたね。今日はゆめりんと千穂ちゃんが最後まで残って挨拶してた。そうなんですね。あら、そうなんだ、すごいな。これからまたどんどん変わるんやろうね、速報からまたさらにどうなるか本当に分からんか、本当に分かんないよね。速報から毎年すごい変わるしね、順位とか。でもやっぱりね、上位、そうね、宮脇さくらさん、ジュリナさん、荻生香さん、岡田奈々さんね、ここら辺が順位も気になるところですね。誰が1位になってもだっておかしくないからね、うん。初めて総選挙に参加した感想はまだ全く分からない、なんか分からない、なんか手当たり次第っていう感じで、まだ STU の活動も始まって間もないし、イベントとかもその陸上公演に出させていただいたりとか、イベント出させていただいたりとかあるんですけど、一期生さんに比べて経験値が明らかに低いので、まだなんというかよく分からない状況でっていう感じなので、私たちもまだ感想って言われるとまだ何も言えないですけど、とりあえずこの結果を受けてまた来年は私たちも意識が全く違うと思うので、今はあーって感じだけど実感のない、来年はもうちょっとしっかりと意識できるようにいろいろなことを経験積んでいきたいですね。すごいね、本番まで全く分かりませんが、名古屋ドームで今年はあるということで全てが決まります。2年連続おひゆかさんが1位ということで、あーすごい、本当にすごいです。もうすごいです、すごいな、うん、すごいわ。本当に頑張ります。そう自分は自分なので、そうですね、自分のペースで、そして、まあ、今やれることをね、うん、やっていかないとダメですよね。今やれることはとりあえずがむしゃらに頑張るのみです。とりあえずは明日の香川公演だね。それ明日の香川公演頑張ろうね。明日明後日の、はい、香川行きます。はい、それでは私の方の配信はこれにて一旦おさらばにしたいと思います。はい、よっ、お邪魔しました、ヤミューズの皆さん。
なんていうの、ゆららゆららの皆さん、ごめんなさいね。お邪魔しました。ありがとうございます。クエスチョン、クエスチョン出てない、出てないはい、では壇上を読みたいと思います。ちょっと私はちょっとこの辺、ちょっと待ってね。はい、こちらから壇上を読みたいと思います。まあ、選抜の速報発表があったんですけど、私的にやっぱり一番おーってなったのは吉田千穂さんがすごくすごいなって、一番私がなんというか STU の中でもこう一緒にレッスンとかさせていただく機会があったりしてて、一番関わりが多いかなっていう今回のランクインメンバーの中で方だったので、なんかこうやって身近な方が本当にこうやってすごい順位をもらっていて、すごいなって、本当になんて言ったらいいのかわからないけど、私はまだ入ったばっかりでよくわからない状況で、今何もわからずいるんですけど、ここに私の来年はもっと意識して吉田千穂さんや滝野由美子さんを見習って、普段からコツコツと頑張りたいなと思いました。いやーすごかったな。私千穂さんのメールと滝野由美子さんのメールも取ってるんですけど、本当にメールももちろん豆だし、お二人ともショールームも時間さえあればすごくやってらっしゃるし、レッスンも力抜いてないし、やっぱり日々の努力がこうやって実を結ぶんだなってすごく思いました。こんなにね身近にお手本になる方がいらっしゃるから、もっともっと私も頑張ろうと思いました。すだちゃん、りょうぴょん、お守りありがとう。そして私もね、今は研究生の身としてまだできることが限られてるので、いつきせいさんの皆さんと比べて経験も浅いし、まだまだわからないことだらけだけど、私なりに今できるね目の前のことに取り掛かって頑張っていきたいと思います。じゃけん明日のね香川、明日明後日の香川公演をまず頑張りたいと思います。そしてショールームの方もですね、今毎日アイドルやってるんですけど、コツコツと皆さんに飽きない配信をしていけるようにコツコツとやることとかテーマとかをね決めながら、ただただおしゃべりするだけの配信ではなく、楽しい、皆様が見ていて楽しいなって思える配信をできるように頑張りたいと思います。頑張ろう。来年は私ももっともっともっと上に行きたいです。これから頑張ります。一期生さんとはね1年間出遅れてる分、私たちはもっともっと頑張らないといけないんです。一期生さんがやってる以上のことはやらないといけないなって改めて感じております。頑張ります。コツコツとできることからということで、皆さん見てくださってありがとうございました。壇上読みたいと思います。第13位、ヒョウアットメリーポピンズ全員さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして第12位、
テトリス香川さん、お久しぶりじゃん。ありがとうございます。明日明後日香川行きますよ。そして第11位リンジンアットユラキュン、リンジンいつもありがとう、ありがリンジン。そして第10位はマサショールームさん、ありがとうございます。誕生初めましてかな、ありがとうございます。第9位トートーアットタイマーさん、トートーシェイシェイありがとう。そして第8位はゆいちゃんとさくらちゃん、いつも応援してくれてありがとう、ずっと変わらずに本当に大切な存在です、ありがとうございます。そして第7位はチップ&デールのハヤト、ハヤトいつもありがとう、ありがとうございます、ありがとうハヤト。そして第6位は津田ちゃん、あとか明日の香川公演行きます、行きます。香川公演で会おうね、待ってるけんね、素敵な生誕祭にしましょう。そして第5位テト、あとユララ&スプラさん、テトさんいつもありがとう、ありがとう。さらに明日からの公演に向けてしっかりと体調も整えて、りょうぴょんお守りありがとう。そして第4位はエリちゃんさん、エリちゃんさんありがとうございます、ありがとう。そして第3位はしょうやあと明かりの存在が宝物、ツインユラ待ちわけない、しょうやありがとう、いつもありがとう。あ、誕生変わっちゃった。ありがとうエリちゃん、ありがとう。ツインが待ちわけなんかい。やだ恥ずかしいじゃん。第13位ゆまぽん、あとゆらまゆまぽんありがとう、ありがとうございます、いつも。11位マッチュさん、11位マッチュ